はいみなさんこんにちは基盤インターナショナル中村織代です今日はですねトライキャスターを使ってあらゆることに動画を活用しようねこちらやっていきたいと思いますはいこの動画はですねこんな人におすすめインターネットやホームページを利用して知識や情報を世の中に広めたいとこういう人におすすめですじゃあこれ具体的にどういうことかっていうと例えばこんなことです製品情報やその取り扱い方活用事例なんかを広めたいとちょっと邪魔なのできますね この後ろに出ていたのは p p 2 v o i c という弊社のですね取り扱い製品のホームページいや動画ですね、まあ、こういったこととか最新情報、まあ、例えば法令とかニュースイベント情報とかですねであとは説明会セミナー学会研究会、まあ、そういったイベントごとをやられている方スポーツ中継こういったことこういったことをです、ね、動画を活用すると非常に良いぞということです。で動画を活用していくには 会議室や応接間、まあ、おっっと俺が言いなかった <laughs> 物置などはですね車内の空いているスペースをスタジオして活用するととっても便利でしかもコスト安く作ることができるということですね、まあ、この辺の辺を紹介していきますで実際にですね我々基盤インターナショナルが使っている場所もこの白スタジオ一、ね、つ紹介したいと思うんですが、まあ、普段はこういうふうに会議室です会議ができるスペースなのでまあこういうふうに会議とかですねワークスペースワークショップとかやってたりします。 で場合によってはこんな風にですね講師の先生を招いた勉強会なんかもしているんですただこれのですねこの写ってないところねこっち側の面、ここがですね緑色になっているんですねここなのでここの部分を活用してこういうですね今見ていただいているような合成をしたですね動画を作成することができるんですね、例えばそういうところでこういうことをやりましたねイベントをやるんですけどもそのイベントの告知動画を作りたいと な,なので、えー、先ほどのですね会議室を利用した空いてるところで、えー、私中村と記載でですねこういうイベントをやるぞという動画を作りました、まあ、こんな感じですね、はい、よいしょ、ね、こんな感じでもう2人でですね、えー、こうホームページを映しながらこういうことやるぞってしゃべったこういうふうにですね社、えー、内にスタジオがあると、まあ、簡単にですねこうイベント告知動画を作ることができるということです。で よいしょで先ほどのですね会議室ライクな会議室っぽいところだけではなくてここ応接間応接間風になってるところなんですけどもここもねこっちの見えないところが、えー、こんなふうにですね緑色になってましてなので、えー、ここの部分でも応接間として使ってない時はですねこの緑のところを利用して、えー、講義を、えー、動画を撮ることができるようになっています。応接間兼スタジオなわけですよ なのでですね、えー、まあこれが非常にいいんですけども普通の人はこう思うなんでわざわざ社内にスタジオを作んなきゃいけないんだと空きスペースがある,空きスペースあるけどなんでスタジオにしなきゃいけないんだとそうね普通そう思うんですよただ僕らもそう思ってたんですけどやっぱりこうなったなぜかまずですねインターネットやホームページを利用して知識や情報を世の中に広めたいと思ったんですよ何をしなきゃいけないか。 この平成26年までの情報通信白書総務省が出してるやつこれを見るとですねこうまずテレビの主張が最も多いんですけれどもねみんな普段何してるかこういうことを調べたテレビを見てるのが多いんですけれどもネットはそれについてで多いんですテレビの次にネットを使ってる人が多いしかもこれは全部の年代の平均で10代はですねテレビと同水準なんですよ。テレビと同じ勢いでスマホの動画を見てる テレビ CM って言ったらめっちゃ高いですよねでもスマホで見るための動画ねホームページ上に動画を送って言ったら同じぐらい見てくれてるわけですこれ動画を活用しない手はないですよねもう圧倒的に動画使うしかないわけですこういうことをしたかった世の中に情報を広めたかったらもう圧倒的に動画の方がコストパフォーマンスが良いわけですよね。うんじゃあ動画制作屋さんググってみるかと思ってググりますね動画制作価格でググる ぜひ皆さんももですねググってもらいたいたそうするとねめっちゃ高いんですこれね一見ね1万円2万円とか安い価格だなおこれいいいと思うと1分あたたりりとかだっすするんです、ね、実際にお問い合わせくださいとか問い合わせだとか超高い例えば1分1万円でも60分のセミナーだったら60万円かかるじゃないですかねそれを僕らはそれ1個だけじゃなくていっぱいやりたいわけでしょ世の中に広めたいから。そしたらねね高高いんですよもう動画制作高ってことになる、ね なななのででで自分たちちスタジオを作作っってやらなきゃゃいいいけない、ね、これ制作費めっちゃ高いんですよだから気軽に作れるようにしたかったら自分とこの、ね、スペースをスタジオにするしかないんです。ね、いや高くても1個2個だったらいいかもしれないけど、ね、動画で世の中に広めたい情報を広めたいったら一個二個作っても意味ないんですよやっぱり品質の良いものを数多く作らなきゃいけない、ね。そうしたらちょっとでも制作したかったらもう総制作費うなぎ登りですからねもうこういうことしなきゃダメなんです。 でなので社内の空いてるスペースを皆さんスタジオとして有効活用しましょうということになってくるわけですよ。じゃあ空いてるスペースがあったらそれだけでいいのかと、ね、そういうわけでもないので簡単にねこういうふうにしたらいいよとご紹介するします。まずですね当ているスペースっていってもう,うるさげはど,どうにもなりませんスタジオにならないのでそれなりに防音の効いた部屋がいきますこれはもうマスと。であとは先ほどチラッと見せたように緑色の背景、まあ、これ緑じゃなくて青でもいいんですけどね。 まあこういうい背景必要です例えば僕らは壁紙とか布とか、まあ、こういったものを使って、えー、背景にしていますで。あとは照明、カメラ、マイクですね特に照明はですね照明暗いと講師とかの色が、ね、暗くなっちゃう顔色悪くなるんですけど顔色悪いとねなんかね動画がいまいち感が増しますからね照明も重要です。 で次に重要なのはこれトライキャスター40いろんな動画用の機材があるんですけどこのトライキャスター40があるともうプロ並みの動画が簡単に作れるのでトライキャスター40超おすすめです、ね、例えばですねこれはとある説明会、えー、と研究会をですねビデオカメラを持ち込んで撮った例まあこんな感じになりますこれがトライキャスターでやるとこうなるんですね,ねほら後ろの背景めっちゃ綺麗ですよね。 まあこれもね写真で見ると分からないと思うんで実際に動画でご説明します普通にまずビデオカメラを持ち込んだ例の場合、まあ、こんな感じ、ね、まあこうですよね、えー、こう喋ってる人暗いしなんか資料はなんかちょっとぼやけた感じかっこいい資料なのにまあやっぱこうなっちゃうんですよ。でそれが <laughs> 実際にですねトライキャスターをで使ったらどうなるかと。 同じ人です同じ荒木さんに喋、ね、ってもらってる動画なんですけどねほらこんな感じですよ。う、ね、講師は明るく資料ははっきり細かいところも見え可愛、えー、いいキャラクターたちがおりみたいな、まあ、キャラクター関係ないけどね、まあ、こんな形のものが作れるこれがですねやっぱりトライキャスターのいいところです。はい、で実際にですね、えー、この http://wwelearningcojp ラ<ス>ラというところでもです、ね、我々はインターネットで資格試験講座とか、まあ、いろんな動画講座を売ってるんですけどもこれもですねトライキャスター40を利用してて作った教材が多数掲載されています、ね、実際にですねなんかこのサイトにアクセスしていただくと、まあ、ここでですねトライキャスター品質というものを体験いただけるわけですね。はいはい、という次回はですねトライキャスター40についてご紹介したいと思います。